まあ、あとダブルスリーブの人が増えたのもそうですけど、カードを昔より皆さん大切にする人が増えたのかなという気もしますね。プレーマットはべっこべこのカードの人とかいましたからね。いや昔は本当にちょっとみんな扱いが存在だったというか、まあ、消耗品みたいな ね、 そうですね、考えもありましたけども、特にこういうね、少し古いカードも使えるフォーマットっていうところはカードの使い方、対戦相手のデッキもね優しく扱うように、その点ダブルスリーブだとちょっとまあ安心はしますけどね、やっぱシングルスリーブだと傷がついちゃう、カード自体がね硬く使えるんで、はい、そうここお桜族の長老見えます。うん、これは引き続きのというところかというところですが、ウルサランド見えますかね。いや、さあここで、あ、見えないですね。うん、さあ風景の変容、タイタンとこの2枚、あとは土地4枚という形になりました。まあ、初手としてはもう申し分なかったんですけど、手札界で妨害されてしまってちょっと減速、うん、ただこういうねマナ加速というかランパン系のカードはもう山ほど入ってますからね。そうですね、どちらかというとあの、攻撃に移れるというかコンボカードの方が枚数が少ないので、いやオープンしたまま、まあ、例によってこのマッチ、林選手がもしミッドレンジであれば井川選手の方が相性がいいです。でハンドの感覚はジャンドっぽいような、そうですね、まあ、ジャンドとしては今相手を減速させることには成功したので、あ、いいですね。うん、タルマゴイフクロックをしっかり出してこの後ベールのリリアンとかにつなげられると理想ですね。相手のリソースを絞るというところまでいけるのであればもう上々のスタートです。これいいですね。井川選手はマナ加速が引けてないので、この間にタルマゴイフを成長させながら攻撃したり、さらにクロックを追加できるといいんですが、ちょっと手札土地が多いように見えますが、赤と緑のカードが見えますかね。お、稲妻本体、うん、これで4種類。さあ制限時間を設けました。なんかモダンはゲーム展開早い試合が多いですね。早いですね。あの神決定戦とか見てると思うんですけど、うん、多分延長時間が一番なくて終わるのがいつも早い、うん、お、さあ林選手最高のドロー、ここでチアミガミ、うおー、しびれるこれは強い。そして手札にはまだまだ土地があるぞというところで、ここは気兼ねなくランドを捨てられますかね。いや、それともあえてちょっと井川選手がもうここで間に合わないと悟りそうな、ここで別なリリアナ捨てて、ここタルモゴイフさらにダメージ加速です。これはどうしようもないと投了、最高の動き、最高でしたね。手札破壊からクロック妨害手段と、さあジャンドのいいところまずは見せてくれました。デッキ相性的には、まあ、そのどっちが画を通せるかっていう試合にまずはメインボードはなると思うんですけど、そうですね、またちょっとジャンドの方がやっぱ、要求される条件が、井川選手のタイタンシフトって非常にまっすぐなデッキなんで、はい、自分がやりたいことをやっていって対戦相手は少しの妨害だったら意に介さないみたいなデッキなんですけど、林選手は相手の妨害プラスダメージクロックが綺麗に引けないと厳しいので、ただゲームが長引いていくと妨害もあんま意味なくなっちゃうんで、まあ、そういう意味では今はもう理想的な展開でしたね。そうですね、やっぱ2ターン目タルモゴイフっていうのがすごく、あれがナンデーとかだと、アサルナンデーとかだとクロックが低すぎて全然間に合っちゃうんですけど、やっぱタルモゴイフはいいですね、強い。まあ、ナンデーと比べて、まあ、同じコストですけどやっぱりマナもかかりますしね。さあなぜか一撃出てきました。いや昨日もなんか一回変なタイミングで一撃が出てきたんですよ。タルモゴイフを一撃したいっていうことなんでしょうかね。確かに昨日もでかいクリちゃんの直後だった気が しなくもないです。何らかの意図が働いております。もしかすると僕がウルザトロンを嫌いなように、はいはい、映像班の方はでかいクリーチャーが嫌いなのかもしれない。でも見るのは好きみたいな感じそういうこともあるかもしれないですね。さあまあね、レガシーもモダンもカード一枚一枚はねなかなか値が張るようにはなりましたけども、やっぱり一生使えるって考えにもういけるフォーマットになりましたよね。
いや本当にだからこそちょっとなかなかデッキを乗り換えるのはしんどいと思うんで、うん、だからこそ自分が本当に気に入ったデッキを見つけて作ってほしいなと思いますけど、うん、まあ、もちろんねその時々の状況によってマイナーチェンジとかは行わなければいけないんですが、はい、もう基盤となるねところはもうずっと使えるっていうところが担保されてますからね。まあ、ただちょっと一人回しが止まらないんで好きなカードしか入ってない。わかる。そこだけ気をつけてほしい。もう僕は本当すぐ家に帰ったら解体するんで時間がもう一生奪われ続けるというので。どうなんですか、あの MO やりながらなんか手元で紙一人回しとかをするんですか。ダメです。同じデッキとかやってるとあれって手札にないっていうのがよくあるんです。そっかそっか。同じデッキ MO でもこのデッキ、そうそうなんですよ、紙でもこのデッキってことですね。じゃあ3ターン目ベールのリリアナをと思ったら持ってるのはあの手元の方だったっていうのはよくあるんであんまりやらないようにしてます。まず普通の人よくないですか、ね、その状況が。いや本当にだからデッキはいろんな意味で持ってると危険なんで、はいはい、普段は持たないようにしてます。それ危ないですね。ターボフォグとか完璧にやばかったですけど、ね、あ、じゃあここでタイムワープを打ってと思ったら持ってないっていう。あれって死んだけどっていう、一人回し楽しいデッキならではのね、まあ、そういうところもありますが、うん、ちょっとねあの嘆き入ってる方もいますけども、まあ、そういうね気にするな、ね、まあ僕も今年シギレイ買ったばっかりですけど禁止になったりしたんで。いやシギレイ行ったの衝撃でしたね、うん、まあでもしょうがないですよね、あんだけ強かったら、まあ買っといてなんですけど、それは禁止になっちゃうかと思ってしまう。ちょっと様子見るかが様子見で本当に良かったなみたいなところもありますが、うん、さあ井川選手がマリガンで林選手は7枚、うん、ちょっとここはね相手の妨害がさらに増えてくるサイドボード、その5というところもあってシビアになりつつあるか。井川選手はデッキの性質上どちらかというと、うん、多めの手札の方がいいですね。あんまりもう土地さえあればキープぐらいの広い心で多分キープするんじゃないかなと思いますけど、アセの探索からスタート、うん、もうどうしてもランドを並べないといけないですもんね。そうですね、あの枚数自体が大事なデッキですし、相手はその枚数を削ってくるデッキなんで、うん、さあここのところに、うん、コジレックの審問、ここは対策カード2種ここに突き刺さる形、松村さんのおっしゃった通りもうランドねとりあえず並べたいという意思が見える、そういったキープになりました。ただ井川選手としてはあの相手を減速させるカードも2枚あったんでかなり上々の6枚だったんじゃないかなと、うん、手札は炎の切りつけです。さあここは若干スローダウン、中上の村からの2ターン目となりました。ちょっと受け身ですね。そうですね、ただあの大阻止の遺産と、切りつけであんまり悩まず大阻止を落としてたんですけど、その理由は多分手札に外科的適出がありそうですね、うんうんうん、なのであの大阻止の遺産は、ずっと構えられてると外科的適出を避けることができるんで、多分それを意識して先ほどは抜いたんじゃないかなと。さあそこにトップデック大阻止の遺産2枚目、こうやって被せられると対策カードの対策ということで動きにくくなっていきます。大宗主さんはあとはタルモゴイフを小さくするという役割もあるので、それも大事ですよね。大事ですね。さっきみたいな時にタルモゴイフが急にサイズがゼロになってしまうと林選手はクロックが大幅に遅れてしまうので、さあ不毛の大地のクリーチャー版出していきました。大爆発の魔導士です。これも血網神のエルフからね普通に出てくるカードなので、まあ、ジャンドならではのチョイスですよね。そうですね、3マナ以下というのはすごく価値がある。あと最近だったら最後の望みリリエナで回収できるというオプションもついてるので、クリーチャーということにすごく付加価値が生まれてますね。コラガの命令でも回収できますし、確かに確かに、もうジャンドならではもうさらに昔よりも使い勝手のいいカードになってますね。ヒカ、ね、さんのハンドオープンスタイル、まああのハンデスされてるんでね。そうですね、まあ、あとこれは多分ですけど多少、この映像に映されてるってのも意識してくれてると思います、うん、ここまでが公開情報だよっていうところを。そうですね、その方が僕らが解説がしやすいというのを意識してくれてるんじゃないかなと。ありがてえ、ありがたいですでもこういう、まあ、グラフィカルな部分もね、これ MTG アリーナ全部見えてますからね。これあ
そうなんですね。あの危険因子とかあの墓地行った時に手札の端っこに出るんですよ。へえ。いつでも使えるカードですよっていう。そのそれもあって、あとは墓地の枚数もちゃんとカウントできるようになってるんで、うん、結構ねそこも便利機能ではありますね。林選手、井川選手5マナの状態で大爆発を使わなかったんですけど、うん、まあ、普通ちょっとタイタンを意識して5から6にしないようにってするかなと思ったんですけど、うんうんうん、多分手札にゲガ的質があるんで、どちらかというとバラクートを狙いたいという意図だったのかもしれませんが、ここでタイタンの着地を防ぐために4マナに戻しました。ただ土地はいっぱい引いています。そうそう、林さんもミシュラ起動とかで攻めていく形になるのか。いや、まだそうですね、手札に攻撃手段はいっぱいある、うん、ありそうなので、第2第3の達吉が出てくる。そうですね、ちょっと達吉とは性能が全く違いますが昨日石川さんに思いっきり突っ込まれてましたけど、ね、ラブリカの献身全部達吉だったからさあ2号機達吉。おお、ここはコジレック、うん、あ、すごいですね。ハトが抜かれました。破滅の時ですか。おおほうほうほう。少し前のスタンダードではそこそこ使われてたカードですけど、すごいですね。こういうオプションもあるんですね。先日のね、神決定戦では入ってなかったカード選択だと思うんですが、ちょっとね記憶が誤ってたら申し訳ないです。確かに今一回大祖師の遺産を経由してるんで、タルモゴイフも破滅の時にはちょっと耐えられない、うんうんうん、まあ、ただ今チアミ神コジリ君の指紋ナイスでしたね。このままだとタイタンまで届いてしまいそうなとこをしっかり妨害できたんで、タイタンはやっぱり一回出てしまうとそのままゲームを決めてしまいますからね。さあこうなるともう無理という判断、うん、土地もなんとかスムーズにね7マナまで伸びればというところもあったんですが、ここはジャンドのもうゲームにもう飲み込まれてしまったようなね展開でした。